それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は平成30年度終了式を行いました。つぼみさんから年中さんまでのみんなでホールで終了式を行い、とても皆さん静かにお話も聞けていたので、さすが皆さん進級するにあたってとてもすごい姿勢で迎えていたなと思いました。またつぼみ組のお部屋では1年間を振り返りながらお話をしていきました。他の園に行ってしまうお友達もいたりとか、また今日は、お誕生日の子もいたのでいろいろなお話をしていったんですが、先生たちから一言ずつみんなにありがとうという言葉を、渡したんですが、その言葉を聞いて、ある女の子が涙を流して喜んで、なんか寂しいみたいな感じで言ってくれた子がいまして、とってもその姿を見て、私も感情をもらってしまいましたし、もうなんかつぼみさんと、つぼみさんと1年間こう過ごせることができて、たくさんの成長を見ることができて、とても幸せな一日となりました。また他のみんなともたくさん遊べてとても嬉しかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。